こんにちは、速稼塾の久保です。まあビジネスをしていてですね、なかなか長続きしない方っていると思うんですよね。で、今本業として勤めてる会社の顔色を伺ってとか、その会社の都合できっとですね、 YouTube なら YouTube、 まあ Google なら Google との付き合いがなかなかできないってことだと思うんですよ。まあ私は YouTube をやることをね、本当にお勧めしてるんですけども、でも YouTube をやるのになかなかねハードルが高いと、今勤めてる会社のことがあるからって言うんですけども、今勤めてる会社と YouTube とどちらが信頼できますかね、どちらが将来性ありそうかなと思うんですよ。まあ例えばテレビと YouTube っていうのはね、よく例えられるんですけども、テレビってこれから伸びるんですかね。多分下り坂一方じゃないですかね、いわゆる下りのエスカレーターだと思うんですよ。 YouTube どうですかね、これからユーザー減りますかね、上りのエスカレーターだと思うんですよ。この時代の変わり目、今今日この時点では地上波に出たことを喜ぶ、そんな風潮はまだあると思いますけども、でもね、世界にリーチできる YouTube、 しかもバンクって言って過去の動画も見れちゃうわけなんですよね。テレビってその時を見逃したら再放送があるまで待たないといけないですよね。でも基本的に再放送って、まあ、30分アニメとかね、1時間ドラマとか以外はないんじゃないかなと思うんですよ。去年私ね、取材を受けてテレビに出たんですよね。でもそれ私自分自身では見てないんですよ。再放送ありますかね、インタビューなんて、こんな一般人のないでしょうね。でもこれが YouTube で放送されたとなると、多分 YouTube のそのメモリっていうのはずっと残ってると思うんですよ。そういうこともありますんで、テレビってのはその瞬間コンテンツ、それを見逃すともう見れないってことになります。でも YouTube は多分ね、永遠のコンテンツなんですよ。まあ、取り下げる作業をしない限りはずっとインターネット上に残りますから、過去の動画すら楽しめてしまうと、YouTube 見て、あ、この人いいな、ファンになったなと思ったら、その人の過去の動画まで見れてしまうと。でもテレビの場合はそうはいかないですよね。さあ、どっちに可能性ありますかね。そしてテレビってのはデバイスで見えますかね。こういったものでテレビっていうのはなかなか見にくいと思います。でも YouTube はスマートフォンならいつでも誰でも見れますよね。アカウントすらいらない。まあ、どっちが優先するべき取引先なのかと思いますね。私の取引先は Google と YouTube。これが主です。あなたの取引先はどこでしょうか ?10 年後、30年後、50年後、ある会社ですか?そして Google や YouTube よりも有名で信頼されてるでしょうか。さあ、いかがでしょうか。まあ、それをよく考えてですね、今まで勤めてた会社に義理立ちするのか、それとも自分の人生を生きるために YouTube、Google を取引先とするのか、もう選ぶときじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。